どうも、生涯収支マイナス3億円分です。本当です。明日ですね、プロキオンステークスと七夕賞、開催されるということで、はい、ちょっと本気の競馬予想していきたいなと思います。テレシクエイ。僕が買わんかったら苦しい。なんですけども、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は、生涯収支マイナス3億円くんなんで、来ません。誰や。もっと言うと、あれ、何やっけ。僕が買わんかったら苦しい。買ったら来ません。すいません。初めて飛んでます、ここ。あれ ?3 年目にして。とにかく予想発表していきたいと思います。すいません。好評当たるからな、でも。忙しいね。勘弁してくれよ。はい。まずは、どっちも言おうか。ええか。プロキオンステークスと、七夕賞の本命は、11番ヤマニンウルス。リスニング。はい。ごめんなさい。まずはプロキオンステークスから。本命、ヤマニンウルスです。ね。はい、夏のダート重賞プロキオンステークスでございます。はい、過去10年で小倉、中京、阪神と競馬場を変えながら開催されていますが、はい、2021年2022年の小倉開催は非常に荒れていますね。今回も面白そうな穴候補はいるんですけども、はい、ヤマニウルスのポテンシャルがすごすぎて、圧倒的一番人気だとしても本命にせざるを得ない。しょうがないね。現在4戦4勝で全て圧勝と、能力の底を全く見せていないです。今回が重賞初挑戦なんですけども、あっさり勝ち切るイメージは十分できます。ここをしっかり勝ってね、はい、ダート界の主役に躍り出てほしいなと思います。で、まあ、一応展開予想しましょうか。スタートして、6番、レガーメペスカ。11番ヤマニウルス、13番ブルーサンが花争いするが、レガーメペスカが花を取り切るとね。番手争いはヤマニウルス、ブルーサンに加えて5番スレイマン、7番バスラットレオン、12番デシエルトが番手争いするが、ここはブルーサンが番手を取ると。はい、先行集団は少し後ろに2番バンヤール、8番ウェルカムニュース、15番グロリアムンディが追走すると。はい、中段から後方にかけては1番マリオロード、3番ゲンパチルシファー、4番リプレーザー、9番ハピ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 、10番名称ダジン、14番ブラックアーメット、16番ラインオブソウルが足を溜めると。はい、道中はレガーメペスカとブルーサの2頭が引っ張りミドルペースと予想します。 3,4 コーナー中間あたりから後方各馬のペースが上がり隊列が縮まると、3番手にいたヤマニウルスも加速し始め、前2頭との差を詰めると、ね。レガーメペスカとブルーサが並んで直線に入るが、すぐ後ろのヤマニウルス、スレイマンが一気に隣にかかる。残り 200m、先頭はレガーメペスカ、ブルーサンをかわしてヤマニウルス、スレイマンも必死に食い下がり、なかなか差は広がらないと。内からはデシエルと、外からはハピハピハピとブラックアーメットが猛追すると。残り 100m、 頑張れハピ、頑張れハピちゃうわ。先頭はヤマニウルス、2番手を引き離し独走態勢に入ると。2番手のスレイマンにハピと、ブラックアーメットが並ぶわけで激しい叩き合いになると。最後はヤマニウルスがリードを守りきり1着ゴール、2着はスレイマンとハピが並んでゴール。ハピ、
すいません、ちょっとあの、うん、名前補正で2着に並んでゴールにしてもうた節はあります、ハピを。すいません、もう良すぎるな、名前。ハピなんて幸せな名前なんだ。ね。はい、解明なんですけど、あの、ふざけてるわけじゃなくて、結構真剣に、はい、真剣に展開させてますが。はい、今回もね、例のごとく、1万円予想していきたいと思います。はい。皆さんはこの1万円で全部の買い目に乗ることができる。俺の。まあ、あの、金額の配分もこっちがして、やってあげる。で、俺はその何倍以下の、まあ、5倍なのか10倍なのか、まあ、100倍なのかわかりませんが。ね。で、買ってるから一緒に頑張ろうっていう、この最近の真横くんのね、いい感じの、なんか、競馬初心者層を取り込むね。いい企画なんですけど、見事に全外ししてるって今んとこ。もう今回絶対当たります。取り紙もないし、もうすり抜け。ね。はい、1回目なんですけども、まずはワイド。9と11。はい、9と11のワイドが、1.4 千円。はい、4千円です。今結構ついてるだけでどうせ下がるか。3連単。フォーメーション。ね。1着11、2着9、3着2、5、14の、計3点。各1000円ずつ計3000円。と、3連単、フォーメーション。1着11、2着2、5、14、3着9。計3点。各1000円。計3000円。の1万円でいきたいと思います。はい。まあ、お察しの通り、もう、山によるとハピなんですけど、とにかく。ハピが2着でも3着でもいいっていう、結構絞りました。で、絞り目に、1000円ずつかけてっていう感じで、これ結構熱いと思うで、まあ、普通に。うん、普通に来そうです。以上です。さあ、そして、ごめんなさい、七夕賞もね、行きましょう。七夕賞の本命は、15番セイオンプラチナー。ですね。はい。15番の星雲プラチナということで。ね。じゃあもう5回目行くか。もう時間もありやし。はい。1万円買い目。ワイド。軸15。相手。3、4、10。3点。各1500円。計4500円。ね。ワイダーです。すっかり。俺はワイダー。3連複。軸1頭流し。軸15。相手。3、4、5、10、11。計10点、各500円、計5000円。はい。そして、3連打。フォーメーション。1着15、2着10、3着、3、4、5、6、9。計5点、各100円、計500円以上の1万円でいきたいと思います。はい。いや、俺もね、結局まあもう、15大軸で、星雲プラチナに行きます。いや結局ね、本命を着てて、買い方ミスったとか、紐選び、僕やったら当たってた、生まれんかよ。なんかやってきたんやんって話で。これで全部押さえてるんで大丈夫です。なんせワイドがあるからね。はい。以上です。まあね、本当に、なんでしょう。うん。競馬はもうほんま、永遠にやるからな。これ無限ですね。あ、めっちゃ眠たいわ。では頑張りましょう。ありがとうございました。